Bonjour。 皆様いかがお過ごしでしょうか。このチャンネルをご視聴いただきましてありがとうございます。かつての日本の随筆や小説、しかもパリやフランスにちなんだ名文の朗読を風景とともにお届けするシリーズ、耳だけでお楽しみいただくこともできますし、ただいま現在のパリの風景と一緒にのんびりと味わっていただくのも良いのではないかと思います。今回ご紹介するのは岡本かの子のパリの息子へです。岡本かの子は大正昭和期に活躍した歌人小説家、息子の太郎は日本を代表する芸術家岡本太郎です。かの子の夫太郎の父岡本一平は画家で漫画記者として活躍しました。1929年昭和4年12月に岡本家は家族でヨーロッパに渡ります。パリの後ロンドン、ベルリンなどを経て、かの子と一平は1932年に帰国。太郎はパリに残り、10年後に帰国しています。パリの息子へは1937年に発表されたもの。かの子はこの時47歳、太郎は26歳でした。この作品に添える映像として文中にも出てくる北駅が思い浮かびました。パリから北へ向かう列車のターミナル駅で、ロンドンへの国際列車ユーロスターもここから出発します。では読みますね。パリの息子へ、岡本かの子。パリの北の停車場でお前と別れてからもう6年目になる。人は久しい歳月という。だが私には長いのだか短いのだかわからない。あまりに日夜思い続ける私とお前との間には、もはや直通の心の橋ができていて、歳月も距離もほとんど影響しないように感じられる。私たち二人は望みの時、その橋の上で出会うことができる。お前はいつでも二十歳の青年の息子で、私はいつでも知純な母。だらしがないな。羽織の襟が曲がってるよ、お母さん。生意気言うよ、子供のくせに。二人は微笑して眺め合う。英語の時間と空間は、その橋の下の風のように、かすかに音を立てて吹きすぎる。二人の思いは、宗教の神秘性にまで高められている。おそらく生を変え死を変えても変わるまい。だがふとしたことから私は現実のお前に気づかせられることがある。するとむやみに現実のお前に会いたくなる。パリが東京でないのが腹立たしくなる。それはどういう時だというと、お前に似た青年の後ろ姿を見たとき、お前の家へ残していった稽古用具や着古した着物が取り出されるとき、それから思いがけなくまるで違ったものからでもお前を連想させられる。ボンノクボの縮れっ毛やのぶとい率直な小姉、これらも打撃だ。こういう時、
私は強い衝動に駆られて、もし許されるなら、私は大声を上げて、太郎、太郎と、野でも山でも叫び回りたい気がする。それができないばかりに、私は涙ぐんでうずくまりながらお前の歌を読む。お前が時々あんまり断片的の感想でさっぱりわかりませんね。もっと冷静に書いてよこしてください。と、にがりきった手紙をよこさなければならないほどの感情にあふれた走り書きを私が郵送するのも多くそういう時である。だが、お前が何を言おうとも、私はこれからもお前にああいう手紙を書き送る。なぜならば、それをやめることは私にとって生理的にも悪い。お前は健康で着々、画業を進捗していることは、そっちからの新聞雑誌で見るばかりでなく、この間来たクルト・セリグマン氏の口からも、または横光リーチさんの旅行文、読売のパリ特派員、松尾国之助氏の日本の美術雑誌通信でも親しく見聞きして嬉しい。けなげな息子よと言い送りたい。年少で親を離れ、異国の都で、よくも道を尋ね、向きを探って、正しくもたどり行くものである。辛いこともあったろう。恥ずかしめも忍ばねばならなかったろう。一体お前は私に似て、情熱家肌の純情屋さんなのに、よくもそこをためこらえて、現実に生きる歩調に、正常を鍛え直そうとした。お母さん、感情家だけではいけませんよ。生きるという事実の上に根を置いて、冷酷なほどに思索の歩みを進めてください。お前は最近の手紙にこう書いた。私はお前の言うことを素直に受け入れる。だが、この言葉はまた、お前自身、堅くなな現実の壁に行き当たって、さまざまに苦しみ抜いた果ての体験から来る自戒の言葉ではあるまいか。とすれば、お前の血と汗のこもった言葉だ。言葉は普通でも内容にはふつふつと熱いものが湧いている。戒めとして長く大事にこの言葉の意味の自戒を持ち合って行こう。私たちがお前をパリへ残してきたことは、お前の父の青年画学生時代の理想をこのお前によって実現さすことであり、またパリは絵画の本場の道場だからである。しかし、無理をして勉強せよとも、ぜひ偉くなれとも、私たちは決して言わなかった。ただ、分相応に、その道に精進すべきは、人間の職分として当然のことである、とだけは言った。だのに、お前はその本場のパリで、新画壇の世界的な作家たちと並んで、今や一角のことをやりだした。もったいない。私のような者の子に、よくもそんな男の子が。といえば、あなたの肉体ではない。あなたの徹した母性愛が生んだのです。と、人々もお前も、なおなおもったいないことを言ってくれる。私たちの一家は、親子三人、芸術に関係している。都合のいいこともあれば、都合の悪いこともある。しかし、今さらこのことを比喩しても始まらない。本能的なものが運命をそう招いたと
思うより仕方がない。だが、すでにこの道に入った以上、左顧右弁すべきではない。準ずることこそ、発見の手段である。親も子もやるところまでやりましょう。芸術の道は、入るほど深く、またますます難しい。だが、準ずるところに、刻々の発見がある。本格の芸術の使命は実に、性を学び、人間を体験して、新しき命を創造するところにある。かかる時において、初めて芸術は人類に必需で、自他共に啓蒙を与えられる人術となる。一時の人気や使用の美に戸惑ってはいけない。いっそやるなら、ここまで踏み入ることです。お前はうちの家族のことを芸術の挺身隊と言ったが、今こそ趣向する。私はパリから帰ってきて、お前のことを話してくれる人ごとに必ず聞く。太郎は少しは大きくなりましたか？するとみんな答えてくれる。どうして立派な一人前の方です。本当にそうか？本当にそうなのか？私が聞いたのは何も背丈のことばかりではない。西洋人に伍して拡築できる体力や気迫について探りを入れたのである。息子はパリの花形画家で、親父は野原のヘボ絵描き。こんな鼻歌を歌いながら、お父様はこの頃何を思ったか、お前の美術学校時代の壊れた絵の具箱を肩に担いで、時々晴れた野原へ写生に出かける。黙ってはいられるが、お前の懐かしさに耐えられないからであろう。はい、いかがでしたでしょうか。かの子は作品が発表された2年後に亡くなっています。そしてこの年に太郎は帰国をしているのですが、母親の死には間に合いませんでした。つまり、パリの北の駅で別れたのが、母と息子の今生の別れになったのでした。どうでしょう、人の行き来が今ほど簡単ではなかった時代。別れの重さというのは、今以上だったのだろうなと想像します。耐え忍ぶことも今以上という印象を受けましたが、皆さんはどのように思われたでしょうか。最後までお付き合いくださいまして、どうもありがとうございました。このチャンネルが気に入ってくださったら、どうぞチャンネル登録、そしていいねボタンをお願いいたします。とても励みになります。ではまた次回お会いいたしましょう。アビアントー。